はい、こんにちは。まえちゃんねる、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん。スター・ウォーズのグミです。そのまんまですね。はい。はい、こちらですね、先日行ってきましたハワイで、うちの奥さんが買ってきてくれたものですね。はい。買ってきてくれたって表現があってるかな。うちはね、全然これ買ってるの知らなくて、帰国してですね、これがあるのを知りました。はい。買ってきてくれてました、いつの間にかね。で、表がですね、R2 のイラスト。はい。で、裏側がですね、ダース・ベイダーのイラストですね。はい。はい、この箱自体がなんか、いかにもアメリカって感じがするんだな。そうだよね。うん。で、この中にはですね、珍しくアメリカのお菓子にしてみたら、10袋に分かれてるみたい。うん。はい。あとですね、中のグミはこういったですね、キャラクターの形になってるみたいだね。うん。ファルコン号とか。そう、ファルコン号もあるんだよね。うん。で、それぞれ多分味が違うんだろうね。そうだね。じゃあ開けていきますよ。はい。はい、ここから開けていきます。よいしょ。お、あ、こういうのに入ってる。うん、小さい。みんな同じ？あ、違う。袋が微妙に違う。パッケージは3種類ありまして、ダース・ベイダーとストームトルーパーと、ヨーダとダース・ベイダー。はい。あと、ストームトルーパーとヨーダのパッケージがありましたね。はい。じゃあ開けていきましょう。多分中はね、みんな一緒だと思うんだ。お、お、入ってる、入ってる、入ってる。これはベイダー。あ、はい、まずこちらがダース・ベイダーのグミみたいです。これ、ブド味、うん。はい。これがファルコン号ですね。うん。これ多分オレンジだね。うん。で、これが R2D2 ですね、うん。グリーンです。これはヨーダっぽいね。うん、ヨーダだ。え、見せて。あ、ヨーダ2つくっついてた。ヨーダ2つくっついてました。そうだね。これ失礼しました。これがヨーダですね。ヨーダの顔です。これがストームトルーパーですね。これが 3PO ですね、はい。はい。このね、箱に書いてあるグミがそれぞれ1つずつ入ってるのかなと思いきや、うん、全然バラバラだったね。うん、パパの袋にはね、ヨーダが3つ入ってたよ。はい。A ちゃんには、うん、ベイダーが3つ。あ、そう、ベイダー3つ入ってた。うん。でもそのうち1つは食べてね、2つの。このグミは超柔らかい版だね。うん。いきなりこう、噛んで噛み切れちゃうんだよね。うん。うん。というか歯に挟まる。そう、歯にくっつくタイプ。うん、うん、でも味自体は美味しいね。うん、うん、ちなみにこの一袋で80キロカロリー、はい、で脂肪分はゼロ、10g の砂糖が入ってるみたいですね。はい、さすがにね、ディズニーになったので、はい、あの体に悪いことはしないんでしょうね。はい。ハロー、ハロー、アイアムシーピンプー。早い。やられたら食べるって仕様でね。うん、で今度はヨーダ。ブシャコブシャコ。ファルコン号対ファルコン号。チュー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 これさ、柔らかいからさ、こんなことできちゃうんだよね。ヨーダとベイダーブチュ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 、ほらくっついちゃった。これ食べない？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、パパ食べる。口にいっぱい入ってるでしょ。じゃあパパ食べます。4個も入ってる。混ぜて食べた感じはブドウとメロン。はい、ということで今回はスター・ウォーズのグミでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。かなりグダグダな動画になってしまいましたけれども、すいませんでしたね。正式名称はですね、スター・ウォーズフルーツフレーバードスナックスっていう商品だと思います。はい、はい、はい、ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、そしてですね、マイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、はい、そちらのフォローもお願いします。はい、珍しくですね、こういう食品の動画を出してみましたけれども、我々ですね、あんまりこの味をね、うまく表現できないから、はい、あんまり得意ではないですけども、またたまにやっていきたいと思いますね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。